海運研究家のヒーローです。今回は車ナンバー占いを行いたいと思います。車ナンバー占いです。では早速見てまいりたいと思います。この車ナンバー占いはとても簡単な占いです。今回1回の動画でマスターできますので、ぜひともご参照いただければと思います。車ナンバーは1から9の数字が出てきます。この1から9の数字の吉凶によって車ナンバー占いの吉凶を判断できます。ではですね、早速やりたいと思いますので、その前に数例術から簡単に説明したいと思います。1から9の数字を7から9強にですね、順番に並べました。5、3、1、8、9、7、6、2、4、これを吉から並べました。こちらの表をご覧ください。5は特大吉、3は大吉、1は中吉、8は小吉、9は半吉、7は半凶、6は小凶、7は中凶、4は大凶です。要は5、3、1、8、9が吉数、7、6、2、4は凶数になります。9と7の間に星マークがあるんですけども、これが吉凶の合間になりますね。境目になります。5が一番吉効果が強くて、4が一番凶効果が強いという、そういうことになりますね。0はノーカウントということになります。車ナンバー占いのポイントは、まず1つ目、これ一番大事なんですけども、トータル数、1桁変換数が一番重要です。最終的に車ナンバー出てくる数字を全部足して何の数字になるのか、それが吉なのか凶なのか、これが最終的な車ナンバー占いの吉凶の判断になります。吉ナンバーになるためには、次の2なんですけども、吉数である5、3、1、8、9しか出てこないようにできるだけするということですね。はい、凶数が出てこないようにするのが吉効果ができるだけ、出てくる、そういうポイントになってきます。5、3、1、8、9の数字にこだわるということですね。3、最初の数字、末尾数が吉数であるということです。では早速見てまいりたいと思います。こういうのはですね、実践で見ていけば簡単にわかりますので、解説したいと思います。例の1から例の4あげますので、これで、実際マスターできます。例の1、0101、前のナンバーは車の運勢を表します。後ろのナンバーは運転時の運勢を表します。わかりますね。で、トータルでいくと車の所有者の運が出てきます。前のナンバーが車の運勢、後ろのナンバーが運転時の運勢、トータルが車の所有者の最終的な運勢になってきますので、トータルのこの車の所有者の運勢が最も大事になっていきます。この車の運というのは、例えばガードレールにぶつかるとか事故に遭うとか、まあ、車自体どうなるかということですね。運転時の運っていうのは、楽しく運転できるかとかね、激しい運転をするとか、快適なドライブができるとか、まあそういうことになります。で、車の所有者の運っていうのは、その車における、その所有者の運勢の影響度ですよね。もう当然ここが基地でなければ、もう、基地ナンバーとしてお勧めできませんので、ここが最終判断になります。では、0101で、見ていきたいと思います。前のナンバー、車の運ですね。これ01になります。0たす1は1で中吉です。いいですね。車の運勢。まあ、事故に遭いにくいとか、長持ちするとか、そういう感じに、読めてきます。後ろのナンバー、運転の時の運。0たす1は1、中吉。これもいいですね。運転の時の運勢。楽しく運転できるとか、リラックスできるとか、塞ぎ込んでても、車を運転すると快適になるとかですね。で、総一桁変換数ですので、すべての数字を足します。0たす1たす0たす1ですね。これ2になりますね。2になります。中凶です。
ですので最終的にはこの車の運は車の所有者に対していい影響を及ぼさない、中共の影響を及ぼすということで、どんなに途中のプロセスがですね、基地が出てきても最終的な車の所有者の運である、この総ヒット桁変換数がどうなるのかということなんです。2は中共なので、これはもう強ナンバーになりますので、0101はお勧めできません、お勧めできません。次、例の2で見ていきます。7777 74つです。7777、この車ナンバーを見ていきたいと思います。前のナンバー、車の運、7+7は14、1+4は5で特大基地、車の運勢はとてもいいです。後ろのナンバー、運転の時の運、7+7は14、1+4は5、特大基地、運転時の運勢もとてもいいです。車にとってもいいし、運転の時の運勢もいいですね。では総一桁変換数はどうなるのか、車の所有者の運です。5+5は10、1+0は1で中吉になります。これいいですね。車の運勢もいいし、運転の時の運勢もいいし、車の所有者の運、この車が所有者に与える影響度も吉なんです。ですので吉ナンバーになります。まあ、出てくる数字、この7777の7という数字なんですけども、こちら自体は反響で、まあ、あまり数例的にはお勧めできる数字ではないんですけども、ポイントポイント、そして最終判断のポイントの数字が全て吉数になっているということから、吉ナンバーと判断できますので、お勧めできるナンバーです。はい、次です。例の3、4です。4だけです。車のナンバーで4だけ。この場合どうなるのか。前のナンバーがありませんよね、数字が。この場合は仮ナンバー1を置きます。中吉になります。ですので、4のナンバーの時は、車の運勢は中吉でいいんですね。で、後ろのナンバーはもう4だけですので、4。これ大凶になります。とても良くない状態ですね。精神的にとても良くない。荒れているとかね。あと人が変わる、これも悪い意味でですね。で、総一桁変換数、車の所有者の運、これもですね、ない数字、カルナンバー1を置いてるんで、もともとないので、一桁変換数も4だけになります。出てきてる数字が4ですね。4だけです。で、大凶です。凶ナンバーになります。4だけの場合、凶ナンバーになりますので、この、車を持ってると、自分にとって不利益を被るとか、良くないことが起こるとか、運勢を落とすようなことが起こるとか、あと自分との関係が薄いとかね、すぐ手放すようになるとか、ほとんど活用しないかもしれませんね。要は、いい影響を及ぼさないんですよ、あまり。うん。活用できなくなるとかってそういうことですね。ですので、もし一桁だけの場合、数字一桁だけの場合は、吉数にした方が当然いいわけですんで、5、3、1、8、9、一桁しかですね、一つしか数字が出てこない場合は、5、3、1、8、9がいいですね。そうすると、そのまま基地ナンバーの車ナンバーになります。はい、次、例の4です。例の4、5905、5905です。前のナンバーは5+9で14、1+4で5で特大基地。車の運勢はとてもいいです。後ろのナンバーは0+5で5、特大吉。運転の時の運もとてもいいです。車の運とてもいい。運転時の運とてもいい。では、車の所有者の運はどうなるでしょうか。総一桁変換数。車の所有者の運は5+5は1で中吉になります。どこを切っても吉ですね。59で車の運は吉。05、運転時の運も吉。最終的に車の所有者の運も、1で中吉になります。どこを切っても吉になります。で、出てくる数字自体も5と9で0はないと考えますんで、また5。5と9が出てきて、5も9も両方とも吉数ですよね。出てくる数字が全部吉数なんです。で、ポイントですね。見ていくポイントで、最初にお話した通り、最初の数字、末尾数が吉数ということなんですけども、これ最初の数字が5、末尾数が5で、両方とも特大吉の吉数が来てますね。もう理想的ですね。ということで、5905は、吉ナンバーで、
非常に基地効果の高い、基地ナンバーということになります。まさに開運できる車のナンバーです。おすすめできます。5905はおすすめできます。自分の人生の可能性を上げ、自分の人生を豊かにしてくれるような、そんな車ナンバーになりますので、ぜひともご参照いただければということになります。今回車のナンバーを行いました。車のナンバー占いを行いました。実にシンプルで簡単ですよね。で、車のナンバーは選べて自分で用意できますので、ぜひともですね、基地ナンバーを作り上げてですね、開運する車ナンバーにしていただき、自分の人生を素晴らしくしていただければと思います。車ナンバー占いでした。車ナンバー矢坂。